総理配下通常通信システムが分離距離で前で配属地域を開始近距離攻撃装備起動敵反応多数確認見れば分かるよ敵の破壊を確認。いや。これが目標大型兵器。危険。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2Bさんですね。僕は 9S です。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。Thank you.
ルビーさん。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。スキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました、クービー。
は昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅してないと無限に湧いてくるってことか。
目標らしき兵器は発見できず、もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。倒せばいい。超大型兵器発見。Thank you.
これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告。敵兵器による下方向からの攻撃。推奨。回避。救助する。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置を止めること。うるさい。いいから出して。トゥビー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO-229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。分かった。
そんな知性が。トゥービー、敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。トゥービー、敵機体の上腕部のコントロールのポストを使って制御を取れるはず。いいから黙って。敵機体の上腕部のコントロール奪取完了。弱点部分をマークしました。了解。制御システムを奪う。了解。敵サブユニット侵入。挙動テーブル変更終了。姿勢制御バーにあるコントロール、敵兵器の従属化を完了。強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。判定を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。